アマングアスとは最大10人で対戦ができる人狼ゲーム。船員と1人から2人の裏切り者に分かれる。船員側はタスクを全員が完了するか。今ライトしぼまりませんでした。めっちゃ綺麗だったよ。話し合いで全ての裏切り者を排除するか。勝利となる。裏切り者は近くにいるクルーを殺すことができ、クルーと裏切り者が同じ人数になると勝利。裏切り者はスキルを使って妨害したり、強制的なミッションを発生させることもでき、強制ミッションのカウントがゼロになっても勝利となる。チャンネル登録はまだお済みでない方、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは本編どうぞ。最後一斉いきます。はい、お願いします。お願いします。いや、ひどい試合やな。ガチでひどいや。ひどい試合すぎるだろ、今の。史上最高にひどかったわ。また俺かよ、これ。いやもうインポス引きたくねえよ、もう。誰も直してないんじゃん、これ。これひどいぞ、これ。ほら、2キルも取られてますよ。シールドでゲンさんです。で、オラフ君がコミュニケーションにいました。はい、コミュニケーション、コミュニケーション、ああ、コミサポ直してました。直したの片サポね、エレクトリカルの中に直したのか。だって誰もコミサポ来ないんですもん。やばかったですよ。僕がエレクトリカルにいても、誰もみんなタスク4人ぐらいしてて、いや、そうそう。誰もいない。ケンシさ、さ、畑迫さん見たっていうのはさ、ケンシエレクトリカルから出てきたの今。出てきた。あ、じゃあね、ごめん、違うわ。エレクトリカルから出てきたとこじゃないの。畑迫どこだっけな。ロアかどっかですれ違ったか、エレクトリカルの中で見たかの2択。エレクトリカルの中。僕はケンシと、あれだよ。どっちだっけな。ロアですれ違ってるのね。あ、すれ違ったの。どういう順序だっけな。あ、僕は、アルマさんとスト、十字ですれ違って、はい。その後、ケンシとロアとエレクトリカルの間の通路ですれ違ってるんで。あ、その前にもね、誰かとすれ違った。その時に、僕はエレクトリカルに入ってんの、今ね。はい。で、エレクトリカル、僕は左のダウンロードやったから、中に畑迫さんがいないことは確認済みなのよ。あ、だから、ケンシがエレクトリカルで畑迫さん見たんだったら、畑迫さんの下位置はほぼストレージで直近だと思う。畑迫さん、そういう、後ろにいたか。覚えてないですけど、わかんない。ロアら辺ですれ違ったか、エレクトリカルら辺ですれ違ったかだけど、アメネコの証言が正しいんだったらどっちみちストレージ。多分ストレージまで行ってますね、一緒に。どっちみちストレージら辺だと。行ってる、一緒に。僕は一緒に行ってます。じゃあ僕、コミューダンオール10秒ぐらい前までストレージぐるぐるしてましたけど、畑迫さん見てはないんで。もうみんなやばいっす。僕、最終位置カフェ。最終位置カフェ？カフェです。あ、それないですね、多分。で、僕最終位置友達らへんだけど、竹尾さん見てないですよ。ああ、通過したってことか。ああ。なんか、竹尾さんの今の発言が、ストレージからカフェに行ったんですよね、多分。じゃない？ええ、ね、違う。あ、違うの。でも、ぐるぐるしてたんですよね。ぐるぐるして。シールド通ってますよ、僕。いや、おかしくない。え？嘘でしょ。竹尾さん、Thank you.
もう今度は何すか。おいおいおい。ほうほうほう。あ、うん？場所どこですか？あれ？場所がね、ちょっと待ってね。停電だから分かんなかったんだけど、ストレージのそのエレクトリカルの前で、とりあえず竹は絶対インポスターなんだけど、多分。うんうん。あの回転場、回転場の前で竹はだけ立ってて、回転場触れた瞬間全部下がってて、竹は直してなかったから。竹はインポスターなんだけど、はい、これ竹をキルしたのか？かがわからん。うん。妨害してるなら。ちょっと教えてほしい、竹はさん。僕まだ開けてないですね。どういうそうだと思うんだよな。となるとカフェに藤宮慎太郎はいました。でオラフ君もうアッパーぐらいだと思う、うん、はい、だと思う。あれこれ竹を切るできん、結構もう30分ギリギリじゃない多分今の、うん、結構ですね。どうなんですか、どちょっと竹を教えて。じゃあアルマさんだな。え、僕ナビゲーションにいましたよ、これマジで。ああ、キルし てもらえてないか。ナビゲーション。あ、いやでも、え、た、え、一個いいですか。高橋さんは停電中なのにストレージに行ったんですか。停電の。いやいや、これ滝野がそのハイデマの前に立ってて、はい、全部下げてたから、はい、キルされるから滝野ずっとそこで棒立ちさせてタスクやればいいやん。あ、もうすごい発想だもん。なんそこだってと思って。どうしたら死体があったから。ね、うん、僕もうキルしちゃってたんで高田さんキルできなかったんですよ。え？まあ、タクオさんつって、僕こっから停電直した人は黒で見ます。グレションみたいに。もう、なんすかもうこの村も。やばいよ。僕のタスク生活を邪魔する人は釣ります。でちなみにさっきのは僕がストレージぐるぐるしてたんですけど、コミュ鳴らしても誰も来なかったんで。いや、コミュだって、絶対グッズない時間経ってたでしょ、あれ。だいぶ経ってたと思うよ、あれ。いや、1分近くみんな来なかったですよ。いや。これ、タスクやりたい放題やな。リアクター鳴った時がもう怖いな。でも、停電明けは停電中に停電なんで、もうリアクター鳴らないです。多分こうだな。で、このまま行くな。もう、サボ全部、向かそう。停電直したらダメってことでしょ、これ。なんだこの村停電だ。どうしたらいいの僕。これほんとやばいって。もうほい、どっかに足湯さんじゃないわ、アルマさんの死体が多分アドミンの中にあります。アドミンか、アドミンか。アドミン慎太郎どうやってアドミン行ったの。あれ、下回りかな。あ、そう、まあ停電だしわかんない。で発見するときにストレージら辺で足湯さんが下から上がってくるのが見えた。はい、ましたね。藤宮さんは下に降りてきてました、うん、僕も時計回りでストレージに行ったら足湯さんいました。初手左行ってちょうどエレクトリカとストレージの間ぐらいですね。最終位置、俺最終位置はアドミン付近。 あマジで。だから慎太郎見てねえなと思って。どこ行ったんだろう。まあ多分高田さんの方が先に入ったんじゃないですか。入ってない入ってない、ストレージのアドミンのあのトの字に入るらへんの。うん、ああ、じゃあ、多分僕の方が先行したのかな。マジか。え、慎太郎ってさ、ナビゲーションあたりですれ違ってナビ入るの。ああ、いました、いました。まあ、そこからナビゲーションで、僕、シールドとかコミュニケーション前、タスク一切ないんで。ああ、そこで抜けて先に。そう、全部素通りしてって感じですね。なるほど。誰だじゃあ。これ、皆さん、あと1分30秒でタスク終わります？皆さん。終わるかも。うーん。
まあ、もう一旦は。まあ、もう一旦、そうだ、うん、まだ。もう、この、新しい楽しみ方。スリルあるな。いや、もう、死体全無視でタスク優先でいける。いや、これ、インポスターこれ、いや、これ、ほんと、タスクの早さ。タスク頑張りましょう。勝負、タスク RT、5分を。ではタスクガチで、勝ちですね。はい、通報なんですけどいいかなと思って、あのタスク終わりだけ言おうと思って、あの死体見つけました。あ、僕も終わりました。僕も終わりました。はい、もう場所は特にいらないと思います。よろしくお願いします。終わった。幽霊か。あれ幽霊ですね。これ。幽霊さん。新あれ今誰死んだっけ？新太郎さんです。あ、新太郎さんか。新太郎とかじゃない。ああ。そっか。もうこれ何のゲームっすか。マジで面白い。これでもね、いやこれ強すぎるよな。いやオラフ君か。僕じゃない。僕キルするタイミングマジないですよ。これアシエさんじゃないですか。オラフ君だ。ぐらい強いこれ。ナイスファイトマジでもうえぐいっすよこれほんとナイスファイト勝ってるもうほんとナイスもうやばいやほんとこれ必勝法だな。何がやばいってさ、最初さ、コミさんも誰も乗せすぎししびれ切らしてオラフ君が直してそうっすよ。いや僕してんだったらコミサポ直らなくて誰もやべえと思ったら、なんかタキオさんが死体の横にいるんすよ、なんかシールドでで急になんか僕が来た瞬間に弁当の中入ってどっか行って、いや直してくれよって思いながらなんで僕に直させんねんって思ってタキオさんで、僕が直してインポスターもやばいやつだ。でも、ってことは竹尾さんもまともじゃないから、オラフ君だけが唯一まともだったもん。まともな一番クルーとしてオラフ君しかまともなやつおらんかったんで。いやでも僕も結構やばい気がしましたよ。藤宮さんが死体発見して後ろに畑底さんがついてたんですけど、その畑底さんを僕がキルしたんですよ。そうだから一瞬どこかわかんなかった。動画が面白かったという方はチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。毎日17時に動画投稿しているので、ぜひまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。